この後20時からはウェザーニュースライブムーンが始まります。担当は白井ゆかりキャスターです。こんばんは。この後20時からウェザーニュースライブムーンを担当します白井ゆかりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。早速なんですけど、今日素敵なリポートが届いていたのでご紹介していきます。はい、何だろう。今日こういった雲が広がってたんですけど、はい、何に見えますか？龍？やっぱりそうですよね。龍かな。こちらのドラキジさんからいただいたリポートでもコメントが龍みたいな雲ですってしてました。よかった。見えますよね。見える見える結構今日幕張からも飛行機雲みたいな紙飛行機のような雲が広がっていたりしたんですけど、雲って目線を変えたら人によって見る角度が違って面白いですよ ね。なんかもういろんな皆さんの発想が芽生えやすい雲ってありますよ ね、はい、よく夏場だと恐竜みたいな怪獣みたいなモクモクしてる、そうです、そうです、はいはい、見られたりしますけど、今日は割と薄い雲が多かったみたいです ね。今日から立秋ですけど、ちょっと秋を感じるということで、鱗雲とか羊雲の、空の様子も送っていただきました、いいですね。ゆかりんさんは秋が一番好きなんでしたっけ？そう、秋が一番好き。すごいいい前振り秋が一番好きです。なんかどこかで聞いた記憶が、筋雲が好きなの で、巻雲と呼ばれる、ね、薄い雲が私は好きなので、やっぱ秋が一番かなと。じゃあそろそろ楽しみですね、そうですね。とはいってもまだ暑いですよねもうまだそうなんですよ。アンケートで伺ったんですけれども、あとお買いメールでも夏ですってやっぱり良かったですね。まだ夏ですね。またまだ8月もね、始めって言ってもいいですしね、かき氷食べたいです。私は夏が過ぎる前にやり残したこととかやっておきたいことありますか？やっておきたいことは、もう短冊にずっと書いてずっと言ってるんですけど、着物じゃなくて浴衣を着てかき氷を食べたいって言ってるんだけど、浴衣って結構着るの時間かかったりしますもんね、かかるし、あと場所とか。あ、そうそうそう、ですよね、場所選ぶよね。はい、さすがにね、お家でね。そうだねお宿みたいな今日はお家で浴衣で過ごしますとかちょっとどこ行ったの確かに宿みたいな、ね、宿みたいな感じになるからねまあぜひ実行したら教えてください、わかりました、写真ちゃんと撮ります、お待ちしております、さあということで季節変化についても番組でお伝えしたんですけれども、この時間帯日中と比べるとにわか雨のエリア減ってきましたが、まだ残っているところがあるようですね、そうですね、しつこく雲が残ってしまっているところも多くなっています。西日本や東日本、今日も日差しが、照りつけて暑い体感というところもありましたが、大気の状態が不安定となっており、にわか雨も多く見られてました。明日もどうやら同じようなお天気というところが西日本や東日本多くなっていきそうですので、引き続き、明日のお天気も最新の気象情報をお届けしていきたいと思います。わかりました。では引き続きよろしくお願いします、よろしくお願いします。3時間ご参加いただきありがとうございました。ぜひムーンの時間帯も最新の今日から明日のお天気、また週間の北日本の雨の情報までお送りしていきますので、ぜひご覧いただければと思います。それではここで失礼いたします。